手島優の東京ネクストカーズ。新年明けましておめでとうございます。ということで東京ネクストガール MC のいい男山口と手島優です。イエーイ、明けおめ。いや出ました、いいね。やっぱ新年はテンション上げていきたいですよね。辰年でしょ。そうですよ。で、テジはじゃあ2012年どんな年にしたいですか。全国区。いやもう十分全国区でしょ。なってないですよ全国区。え、本当ですか。うん、なってない。え、じゃあどれくらいの位置になったら全国区なんですか。ちっちゃい村の人まで気づいてもらえたらえ、ちっちゃい村行ったら気づかれません。ちっちゃい村行ったら気づかれない。具体的にほらこの人ぐらいのなんか有名になりたいみたいなのあります。知名度。野田首相ぐらい。あれ全国区でしょ。ってあれは全国区ですけど、ちょっと目標とするベクトルが違うんじゃないかと思います。なんで段に乗るような、あのひな壇の段じゃなくて、はい、あの階段のに登るみたいな、その最前列みたいな、わかる。後ろの大臣クラスも相当すごいですからねちょっとだからじゃあもうこの番組自体でね、うん、もう野田首相クラスの持ち名度にしていきましょうよいや、あの若手がまとめたのを鼻で笑わなきゃねぐさっときますからそれは、ね、お願いしますよ、ね、今年もよろしくお願いしますよ。皆さんもね、ね、お願いしますね。ということで、ね、今日もね、はい、今年一発目のもう女性の皆様にね、はい、ためになる情報をたくさん仕入れてますんで、うん、まずはこの番組がどんな番組なのか定時説明お願いします。はい、この番組は女性の永遠のテーマである美を追求してワンランク上の女性を目指す情報発信番組です。そうなんです。ということでね、はい、この番組見ていただいたら皆さんも明日から、うん、もう今日からですね、ワンランク上の女性になれますんで。マジで。そうですよ。ということで、もうぜひぜひ最後までねお付き合いいただきたいと思います、はい、じゃあまず最初のコーナー参りましょう。まず最初はこちら。占い師の夢岬ピンクです。2012年恋愛運が一番いいのは6月生まれのあなたです。夢岬ピンクのネクストヒット、注目のスポットやトレンドを紹介するこのコーナー、ネクストヒットイエイ。ということで今日はですね2012年一発目ということで、はい、今年の運勢を占い師の先生に占っていただこうと思います。マジで。そうなんですよ。占い大好き。私本当に。本当ですか。個人的にもすごい行く、プライベートで。あ、じゃあ今日はね素晴らしい先生に来ていただいたんで、うん、ちょっと紹介したいと思います。はい、夢岬ピンク先生です。本名は。はじめまして。本名なわけないでしょ。どこ切り取っても多分偽名だわ。嘘。いいツッコミしたわということでピンク先生はですね、うん、新宿にあります占いと癒しサロン、うん、アンジェリークローズの方でですね占いをされてるんですけども、これ占いと癒しのサロンって一体どういうお店なんですか。あの占いをプライベートな空間でゆっくり受けることができるっていうのがうちの店のコンセプトで、はいはい、サロンも全体的にピンクで可愛らしくまとめてて、お仕事の疲れとかお悩みとかを占いで見ていって悩みを解消して元気になってもらうっていうようなのが、はい、うちのサロンです。なるほど、はい、一緒に癒されるっていいですね、うん、占ってる心遣いがいいですね。ですねピンク先生は一体どんな占いをされるんですか。私の占いがですね、その人のお誕生日とか、うん、あとお名前から数字を割り出していって、うん、でその人と関係の深い数字の運勢を見ていく数秘術っていうものと、うん、タロットカードを使ったタロット占いっていうもので占いをしていきます。うわー本格的ですね。いやですね、これテンション上がりますよ ね上がってるよ。ということでちょっとテジさん一回休んでいただいて。なんで。まずはですねいい男山口の方からちょっとお願いしたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい、山口さんのお誕生日っていうのから、はい、早速4月3日なんだ、はい、そうなんです。エディ・マーフィーと同じ誕生日なんですよ。ですね、山口。いやこんなにちょっと待ってください。こんなに引きないですか、はい、エディ・マーフィー。エディはやっそういえばやってたよ。そうです、誕生日一緒ってのもあってやってるんですよ。あ、そうなんだ。そんなか。あ、まあいいよいいよ、うん、でもこう数字を見てみると、はい、こう宇宙のように広いっていうお名前の割に、はい、こうおし割にあれね、ちょっとマニアックな傾向が見える数字なんですよ。ほうほうほう、はい、この737括弧3っていうのは何ですか。これここから出した数字ですか。はい、山口さんのお誕生日からこう割り出した数字なんですが、ほうほう、ここ分かれていて737括弧3、まず一番最初の数字が運命数って呼ばれる、はい、その人の全体を象徴するような、はい、数字なんです。7はいい数字ですよね。7はいい数字なんですが、はい、この占いの中では、はい、結構やっぱ
マニアックな部分っていうのがすごくフューチャーされて、はい、職人気質なところがあるんですね。いいじゃないですか、いいじゃないですか。山口さんの数字を見てると、はいはい、あんまり幅広く受け入れられる、幅広い層に受け入れられるタレントさんにはならなそうなんですよ。名称じゃない。そうか、はい、ある一定の数値にしか受け入れられないってことですか。そう、狭い層で。あ、でもそうかもしれないですね、はい、コアなファンを掴んでいくっていうような感じですね。あ、いいですね。え、じゃあ僕将来タレントとして成功しますかね。はい、そうですね、はい、これお名前でもちょっと見てみたんですが、はいはい、コンビ名、はい、いい男さん、はい、いい男の山口隆さんで見てみたら、はい、コンビとしてはもう、はい、一番いい時期は終わって、うわー落ちた落ちた、やばい、やばいっすよそれ、はい、そうですね、はあ、相方知ってる作家さんが今笑ってましたね。これいい男さん、はい、これコンビ名、ね、はい、うん、例えばこれ改名して、はい、いいを消したとしても、はい、こうあまりもう、まあ、効果はなくて、はい、まあ、あ、いいを一つにしても、一つにしても効果はない。劇的に解明したら、劇的に解明しないとちょっとこの名前だとこの先見えないかなって。マジっすか、はい、じゃあコンビ名にもちょっと問題があるってことですね。コンビ名には問題が大ありですね。はい、大ありですか。大ありです。やばいっすわ。ちょっと解散はいつ。はい、決定事項として話してますけど、する予定ないです。あ、そうなんだ、はい、いやいやいや、ないでしょ。でもした方がいいんですか。した方が、相方さんがかわいそう。した方がいい、はい、え、相方がかわいそう。あの、なんで。山口さんはまだ微妙に売れる見込みがあるんですけど、はい、ただ相方さんを見てるとちょっと、はい、なんか微妙に売れていく相方を、うん、バイトしながら見てるだけっていう感じ。わ、きつい、はい、今占い込みの話ですよね。あの、ちゃんと相方さんとかもちょっと先ほど見させてもらって。あ、そうなんですか、はい、ちょっとその誕生日とかを見てみたらそういう感じかなっていう、うん、解散か、はい、よく話し合って、うん、そう、いや、でも相方とやっぱり売れたいんで、はい、ちょっと解明は本当真剣に考えます。わかりました、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ次私の運勢を占ってもらいたいと思います。お願いします先生。はい、気をつけてくださいね。何、あの、グイグイ来ますから、ね、結構来るんだ。結構グザグザ来ますから、ね、だっていつ解散みたいなこと言われてるから。結構お願いします。はい、手島優さん、はい、1984年8月27日生まれですね、はい、特に今気になってることとかってありますか。ね、伸び悩んでいる仕事と、うんうん、恋愛運がない。恋愛がない。ない。なるほど。そうですね、お仕事に関しては、はい、やっぱりこう芸能関係のに適切がある3という数字が一番最初に来てるんですね、うん、でこの数字を持ってる人は周りから愛されて幸せになっていく人なんですよ、そう、なのでやっぱりこうタレントさんとしてはすごく向いている。あら、いいじゃないですか、はい、でちなみに3を持ってる人は恋愛ではあんまり長続きしないです。あの、ちょっとわがままなところがあって、で自分を愛してくれる人、うん、強く愛してくれる人を求めちゃうので、うんうんうん、マンネリになった時に、うん、この恋愛は終わりかもしれないって言って、うん、他を探しちゃうっていう。嘘、私、嘘、はい、全部振られてるんですけど。あ、本当ですか。で、はい、特殊な例ですね。未練たらたらなんですけど。だから多分マンネリになる前に捨てられちゃうんです。あ、マンネリ、確かに。それを防ぐためにはどうしたらいいかっていう、はいはい、はい、そうですね。ちなみにこうお仕事に関しては今後発展していくには美容とか経営っていうことがキーワードになってくるんですよ。おっしゃ、はい、めっちゃこの番組やってることいいことじゃないですか。いいっすね、私、うん、そうだそうだよ、エステのイメージガールとかやってるし。あ、おめっちゃいいっす、めっちゃいいっす、いいですね、はい、経営ってのはどういうことですか。するの、する方ですね。え、投資して。まず俺に言うのはダメですよ。あ、まあ答え出すの早かったですけど、こうやりましたけど、あ、こいつ金ねえやってなって。ね、誰かじゃあ投資していただいてね、あの、経営の才能があるってことですか。そうですね。そう、嬉しい。あ、でも人育てるの好きかも。あ、本当ですか。めっちゃ厳しいですけど私、うん、結婚はしたいんですけど ね、 なるほどね。結婚ですね。で結婚を見るのはこのカッコの中の数字なんですけれど、うん、これが年運って呼ばれるその1年間の運勢なんですよ、うんうん、それがですね、この年運っていうものは9年周期で流れていまして、はい、この括弧の中には1から9までのどれかの数字が入るんですね、うん、で
この数字が6の年っていうのが結婚に向いている年、婚期なんですよ。で、手島さんの場合は2年前に終わっているんですね。はい、あれ2年前なんかありました？結婚考えました、その人と。考えたけど、うん、いなくなっちゃったよその人。だから2年前に終わってるんです。終わってます。終わっちゃいましたよ。もう一度。マジか。もう一度。まず今が、27歳ですよね。はい、うん、次いつ来るのかな、うん、次が、うん、35歳です、ね。わ、結構いくな。、はい、結構いくな。高齢出産だ。8年後っていうことですよね。8年後。ちなみに、うん、ま、最悪これを逃してもね、44歳っていくな。9年後、さらに9年後。9年後。そうですね、この25歳の時に結婚されていれば、うん、うん、もうちょっと今落ち着いてて。いや、したかったよ、したかったけどさ。はい、もし普通になっちゃうんだもん。しょうがなくない？ちょっと詳しくね、タロット占いでも占っていただけるらしいんで、ちょっとやってみましょう。タロットってすごい出るんですよね、自分も、はい、当たりますよ。じゃあ先生、タロット占いお願いします。お願いします。はい、ではこちら3つに分けたカードの束から、はい、気になるものを1つだけ指さしてもらえますか。これすぐ似合った手島さんのデビュー。あ、違う、デスって書いてある。一番最初に1枚目デスが出ました。はい、出たカード。ちょっと待って、ちょっと何すか、しかも先生、このデスって何？ちょっと待って、あの悪魔と竜が書いてある。超怖いじゃん。そうですね、辰年だし、うん、デス、死神のカードです。で、まあ、かなり答え出ましたよこれも。でもタロットで確かに一番有名ぐらいなカードかもしれないんですけど、このカードすごい悪いイメージありますよね。ある、はい、ただそんなに悪いイメージだけじゃないんですよ。あ、そうなの、はい、なんだ、そうなんです。先生大丈夫だって。そう、死神は死と再生を表してるんですね。何、うん、はい、いいじゃないですか。そう、今終わっている恋愛運がまた再生しますよっていう。マジで、はい、元彼とやり直せんの。いや、結婚しました。すいません、結婚しました。恐れ入ります。その人とは限らないです、うん、ちょっと詳しく見てみますね、うん、これから先どんな流れになっていくのか、うん、しかも恋愛運が再生ってことは元彼とじゃなくても運気が良くなるとかね、はい、そういうことでもあるわけですもんね。元彼さんじゃないみたいです。あら、新しい、わかりました、はい、すごい先生、新しい男性が出てきます。ええ、そうですね、これから出会う人っていうのが、うん、ザ・マジシャンというカードで出てます。これタロットの一番最初のカードで、うんうん、あの、新しい恋の始まりですよっていうのを表すカードですね、なるほど。そうで、今まで見たことがない人で、ちょっと変わった職業についてる人だと思います。マジシャン、それこそあの、それこそカードから、そうそうそう、それこそマジシャンだったり、そうですね、クリエイター系。あら、あんまり。クリエイターって何？なんか、はい、CM を作ったりする人もクリエイターですしね。はい、そうですね。わ、すごいじゃないですか。絵を描いたりする人もクリエイターですね。何かを作り出す人ですね。あ、いいですね、作り出す人。しかも運命的な出会い方をするっていう感じ。マジで？角でぶつかったりみたいなこと？図書館と図書、ね、ね、あの、指と指がこういうことですか？でも合コンとか、うん、飲み会の席で出会うんじゃなくて、うん、普通に日常生活を送ってる中で出会えるっていう。あら、でもまず合コン行かないから、うん、普通にじゃあ日常生活を過ごしてたら出会えるってことですか？はい、はい、そうですね。意識 しなくても出会えるってことですよね。意識してない方が出会えると思います。あら、仕事にすごく一直線で、うん、で、あんまりお金はない方だと思います、うん、いや、はい、愛があれば、うん、愛があればクリエイターっていうのは得てして金がないですからね。そうなの、そう、絵描きさんとかね、最初はないじゃないですか。そうか、私が支えるじゃん。そう、わかりました、経営者になってね、はい、わかりました、うん、ということでね、先生本当にいろいろありがとうございました、うん、ありがとうございました、ありがとうございます、ね、ということで、ピンク先生にぜひ占ってほしいという方はですね、新宿にあります占いと癒しサロンアンジェリックローズの方に足を運んでみてください。ということで、以上、ネクストヒットのコーナーでした。社長、やったぜ。